ストレス発散、欲求不満、現実逃避。男が浮気する理由はそれぞれだが、妻がいながらも本気で他の女にプロポーズするアホがいた。一致と浮気相手を股にかけ、妻と恋人どちらの良さも楽しんでいるようだ。夫の浮気現場に偶然遭遇してしまった一致は、裏である恐ろしい計画を企て始める。すべての準備が整った時、ホテルの一室から夫の悲鳴が。下に盛大に復讐して離婚した記念に書き込。すべては、私が夫の浮気現場を偶然目撃したことから始まった。その日、私は会社の飲み会だった。一次会を終え、皆で祝い二次会に行く途中で、反対車線側の歩道を歩く男女が目に飛び込んできた。男は、私が買ってあげたコートに身を包んでいた。夫だった。夫は、茶髪のロングヘア美女と腕を組みながら、一見のら、吠えと消えていった。あまりの衝撃に、この板で見るされた血みたいにとっさに写真を撮るという考えにも及ばず、ただ呆然と、二人の姿が消えるまで氷のように固まってしまっていた。先輩され妻たちのとっさの判断力、瞬発力、気持ちの転換力に改めて脱帽。見つめることしかできなかった自分がとても情けなかった。当然、ホテルの前で夫を待ち伏せするという勇気も湧かなかった私は二次会で焼け酒して、ベロベロに酔い、後輩に抱えられながらタクシーに乗せられるという醜態を晒した。普段、飲んでも酔わない私が酔った姿を初めて見た、と。車内でちょっとした話題になったが、最後まで理由は言わなかった。しかし驚いた。あの夫が浮気をしていたなんて、完全にノーマークだった。結婚して5年。夫婦仲も悪くなく、良い関係を築いてきたと思っていたが、そう思っていたのは私だけだったとは。最初は悲しく、現実を直視する勇気もなくうじうじしていた。目の前にはいつも通りの夫がいて、いつも通り私に接してくる。しかし裏の顔を知ってしまった後では、夫が私に優しさや気遣いを見せるたびに、虫唾が走る思いだった。説明が難しいが、簡単な言葉で言えば、気持ち悪い。そして、悲しい、気持ち悪い、という感情を経由してたどり着いた感情は、怒り。気持ちが切り替わった瞬間、夫のスマホに手をかけていた。相手の特定はすぐにできた。25歳、水商売の女だった。その後、しばらく一人で悶々と考えていたが答えは出なかった。反対に、夫に対する怒りは増すばかり。夫に直接問い詰めることにした。この前、あなたが若い女とホテルに入っていくのを見ちゃったんだけど、勝手に申し訳ないんだけど、いろいろ調べさせてもらったんだよね。その人と浮気してるじゃん。どうするの？これから、冷静に、事実を言ったまでだ。しかし夫は私の言葉に鼻息を荒くし、自分の過ちを正当化しようとした。何？やきもち焼いてんの？俺に興味ない人間が？俺より仕事を優先する人間が？子供を作るのもわざと避けてるじゃん。スレスって立派な離婚原因なんだよ。ってことは、俺が浮気に走った原因はそもそもお前にあるってことじゃね？仕事だけしたい、子供もいらないなら結婚してる意味ないだろ。それだったら、ちゃんと俺のことを愛してくれる人と結婚したいわ。その子も俺と結婚したいって言ってくれてるし。そうしようかな？離婚しよっか？母親も喜ぶわ、きっと。話し合うつもりなどもうとうないといった具合で離婚の二文字を口にする夫。夫とは結婚して3年。結婚当初から孫を切望していた義母だったが、夫の稼ぎが少ないことで、すぐに子供を作ることに不安を感じていた私は、ある程度貯蓄してから子供を作ろうと結婚後も私は正社員で仕事を続けた。残業も多い業界のため、毎日定時退勤の夫からしたら仕事バカだと思われてただろう。しかし、すぐに子供を作る気がないことは結婚当初、夫にも話していた。決して子供がいらないと言っているわけではない。いずれ、子供を授かった時に、お金があるに越したことはないから、という前向きな決断であることを夫も了承していた。しかしそんな私のことを、義母は最初からよく思っていなかった。産めるうちに産んでおけ、というのが口癖の義母には、いくら私や夫が説明をしても嫌な顔しかされず、いつしか疎遠になっていった。それに、レスだった記憶は一切ない。夫に誘われたら応じていた。夫は私の味方だと思っていたのに、妻に浮気がバレるところりと寝返った。このクズ親子め、旦那の稼ぎが悪いから嫁が稼ぐしかなかったんだろうが。低性能、ATM、浮気夫、クソ止め、離婚しない理由がない。むしろ子供いなくてよかったじゃん。こういう人間は、子供がいてもいなくても、遅かれ早かれ浮気するから、さっさと金で関係清算する方が得策。この開き直り方には、反論する気も起きなかった。そっか、そうですか、そうだよね。とぶつぶつ言いながら、私はスマホを取り出し義母に電話をかけた。
夫さんが、水商売の女と浮気してて私と別れてその女と結婚したいそうなんで、離婚してもいいですか？夫は一瞬、焦る表情を見せたが、あ、そう。だから私が言ったじゃない。仕事ばかりするからそんなことになるのよ。正直、いつまでも自分が若いと思って悠長にしてるあなたの考えが大嫌いでね。確かにお金は大切だけど、本当に子供を望んだ時にできるとは限らないでしょう。息子もね、あなたに出会って人が変わってしまったようで心配してたのよ。でもよかったわ、あの子はちゃんと子供のことを考えていたのね。嫁だからと私も気を使ってたけど、これは私と息子の人生もかかってるの。だからあなたは早く身を引いてちょうだいね。お相手は水商売の方っておっしゃったかしら？いいじゃない、水商売は美人で若くないと務まらないのよ。あなたよりマシだと思うわ。という義母の言葉を聞いた後では、ニヤニヤしながら私の顔を見ていた。そうですか。わかりました。親子の体に流れるクズの血を再認識したところで電話を切り、離婚に応じることを夫に伝えると全身から溢れ出る喜びをなんとか押し殺し、私に喜んでいることを気づかれまいと、手でにやける口を押さえててキモかった。この親子の元に嫁ぐ時期嫁がかわいそす。なんでかわいそうなんだ？既婚者に手出して家庭を壊した罰だろ。死ぬまでこの親子の奴隷として尽くせばいいと思う。一致は勝ち組だよ、グッジョブ。一旦、お互い冷静になる期間が必要だと思うから、離婚の話し合いと私の荷物の運び出しはまた後日ね。いろいろと準備が整ったら連絡する。必要最低限の荷物をカバンに詰めていると。準備？離婚届書いて出したら終わりじゃん。明日にでも離婚しようよ。そういうわけにはいかないでしょ。お金の問題とか、いろいろあるよ。金って何の金？お互いの貯金と車はそれぞれ持っていけばいいし、この家は俺名義だからお前が出ていくだけ。あ、もしかして慰謝料の話してんのか？さっきも言ったけど、浮気の原因はお前だからな。つか、俺と母さんの貴重な時間を無駄にしたお前側の有責なんだぞ。お前がどうしても払いたいって言うなら話は違うけど、俺から取ろうとするのは、お門違いだぜ。それに俺もお前に慰謝料請求するつもりはないから安心しろよ。とっと。お門違いなことを言っているのが自分だということも気づかずに、好き放題言う夫の言葉を無視して、私は実家へ向かった。実家に到着すると、義母から LINE が届いていた。息子はこれから新しい嫁と再出発します。生涯独身のあなたとは違い、これから子育てなど何かとお金がかかるので、くれぐれも息子に対しお金の無心などはしないように、その程度の常識くらい、備わっていると信じています。明日、役所に行く用事があるので離婚届をもらってきます。息子に預けるので、早急にあなたも記入してください。さすが親子。今に見てろこんにゃろ。と、盛大に草を生や。さず、既読無視で対応。なぜ浮気された側が浮気した側にここまで咎められなければならない。金の無心ではなく、過ちに対してきちんと賠償してもらう権利しかないのだが、この日、夫の態度と義母のラインを魚にして両親と飲むお酒は美味しかったわ。この後盛大に復讐したのか、ワクテか。役所に行く用事イコール時期嫁との婚姻届をもらいに行くことやろ。順番おかしいだろ。離婚届の方がついでっていう。夫に浮気を問いただすとなぜか一致が袋叩きに遭い、離婚待ったなしの最悪な状況まで一気に話が進んでしまった様子。このまま、夫と義母の思惑通り一致は離婚に応じる。わけがない。しっかりと、ひっそりと、二人にお灸を据える準備を整えていたのだった。実家に戻った日の翌日、私は友人である水木と食事をしていた。前日に起こった夫との離婚騒動の話をしていると、水木が最近プロポーズされたという彼氏が来るというので到着を待った。しばらくすると、水木の彼氏が登場。その彼氏とは面識があり、水木の向かいに座る私を見るなり驚愕していた。水木の彼氏は、私の夫だった。え？旦那の浮気相手って、一致の友達だったのか？本当にプロポーズしてたの？ますます最低な人間。友達にわざと呼び出させたのか？友情と夫婦関係が同時に壊れる修羅場だな。夫とはまだ離婚届を出していない。つまり戸籍上はまだ立派な夫婦である。にもかかわらず、水木にはそれよりもっと前に結婚の申し込みをしていたというから驚きだ。水木は、私に彼氏との馴れ初めや二人しか知らない恋の話を、嬉しそうにベラベラと喋っていた。当然、夫は大汗かきながら瀕死状態だ。友人なのに水木は一致の旦那の顔知らんのか？女の旦那に手を出してることに気づいてないんか？旦那も、水木が一致の友達だって知らんかったってことだよな。それで、彼からプロポーズを受けたんだけどまだ返事してなかったんだよね。先ほどまでの、ほがらかな笑みが水木の顔からさっと消えた。プロポーズは、お断りします。え？水木は、プロポーズを断った。それに驚く夫。
え、なんで？私は安っぽい演技で二人を交互に見た。すると水木は表情がガラリとかえ？嫁がいるのにプロポーズするとかキモすぎだろ。中婚とかどういう神経してんの？ここはブルキナファソか。ブフ。唐突なブルキナファソに吹き出した私を、夫は会議の眼差しで見つめて困惑していた。二人は、お友達、かな？でも私たちはもう離婚するよ。そしたら何にも問題なくない？私は別に平気だよ。そうだよ。水木ちゃんと結婚するために俺たち昨日別れたんだよ。水木ちゃんのことを心から愛してるから。どういうこと？どういうこと？どういうことを？ではこうなった経緯について解説していく。水木こそ、私が目撃した夫の浮気相手であり、夫の次期嫁候補生である。水木と夫は、約半年前に婚活アプリを通して知り合った。二人でやり取りをしていくうちに、夫の方から会いたいと言われて会うことに。そして、水木に恋した夫は水木の店に通いながら猛アプローチを続け、見事、水木と夫は恋人関係になったという。ここで重要なのは、夫は自身が独身だと偽り水木に接近していることだ。夫は水木が夜の店で働くことに対し、深い嫉妬心を抱くようになった。そして、こう言ったそうだ。他の男なんて、視界にも入れないでほしい。俺だけの水木でいてほしい。水商売をやめて、俺と結婚してほしい。自分よりも若いキャストが大半を占める店で、今後のことで悩んでいた25歳の水木は、夫のこの言葉に夜の世界から足を洗う決意をして、夫と真剣交際をしながら、昼食を探していたという。ちょうどその時、水木は私から連絡を受けた。内容は、うちの夫とどういう関係ですか？というもの。夫の浮気が発覚後、私はすぐに水木に連絡を取っていた。私と水木は、その時初めて会った。水木の方から、直接会って話がしたい、と言ってきたのである。水木は正直に夫との関係を話してくれた。と同時に、自分も夫から騙されていたと。自身の身の潔白を示す証拠を提示して、私に許しを請うた。結婚を目的とする、婚活アプリを通して夫からアプローチしてきたこと。自分の年齢と結婚歴を偽って、独身だと言い水木に接していたこと。結婚後の具体的な話をしていた LINE のやり取りなどが、水木のスマホから次々と出てきては、私は水木に対し同情するしかなかった。私と水木は、夫と別れるという共通認識を確認し合い、水木から浮気の証拠となるものをもらうことで彼女に対し一切の賠償請求をしないことで合意。水木もまた、夫に一泡吹かせたいというので夫が私に生きようよと離婚宣言した直後に、水木が夫を捨てるという復讐を二人で企てていたのである。水木との友情は、その頃からのものだ。共通の敵を持つと、女は急速に仲良くなるという性質を持っていることが分かった。わはーん。そういうことか。本妻と浮気相手が手を組んでたのね。まあ、同じ差を共有した姉妹やからな。しかし旦那は水木に対しても悪質だな。一致に浮気がバレなければ、水木に結婚をほのめかしながらキープしておくつもりだったんだろ？多分ね。それまで夫が私に対して離婚を匂わすことは一度も言ってきてないから、私にバレたことで開き直っちゃったんだろうね。義母にまで次の嫁候補がいることを知られちゃったから、水木が結婚してくれないといろいろと都合が悪いっていう、完全にプゲラですよ。じゃあ水木は、夫と私が離婚しても夫とは結婚しないのね？うん、しないよ。誰がこんな嘘つきと結婚するか。え、でも、じゃあ、そしたら俺は一体誰と結婚すれば。知るか。あ、そっか、俺と一致はまだ夫婦だもんな。そっかそっか、ああ離婚しなくてよかった。じゃあ一致はいつ家に戻ってくる？今日このまま戻ってきてもいいぞ。荷物運び出す前に仲直りしてよかったな。目の前の粗大ゴミが楽しそうにごちゃごちゃ話しているのを無視して、私はカバンから緑の紙を取り出し、てめえとは予定通り離婚だよ。と、夫の目の前にバーン、と叩きつけてやると、キー、となって離婚届をくしゃくしゃに丸めて床に投げつけ切れる夫。私がダメならと、今度は席を立つ水木にすがりつく夫だったが、水木に、二頭追うものは一頭もえず落つ、と言われた後、夫を振り払おうとした際水木のカバンの角が夫の顔にクリーンヒット。情けなく痛がっている隙に、私と水木はレストランを後にした。浮気がバレたから、と安易に一致を捨て水木に乗り換えようとした夫だったが、一致の根回しによって夫は水木にも捨てられてしまった。心と顔、両方に傷を負った夫は、そのまましばらく店でシクシクしていたという。そんな夫の背後に、一人の美女が近づいてきて、私は最後まで気づかないふりをしていたが、夫がレストランに入ってきた時から、一人の美女がこちらの様子を熱心に伺っていた。
私と水木が席を立った後もその女の視線は夫に固定されており、私たちの姿が見えなくなると、椅子に座り直しメソメソしている夫の元に、その美女はおもむろに近づき、夫にハンカチを差し出した。あの、大丈夫ですか？これ、よかったら使ってください。お話聞きますよ。そして、夫の向かいの空いた椅子に座ると酒を注文して夫の話に熱心に耳を傾けていた。先ほどまでの険悪な空気はどこへやら。夫は目の前の女の美貌に鼻の下を伸ばし、女もまんざらでもないといった様子で、いつの間にか二人はいいムードに、嫁と本命彼女に捨てられ撃沈していたはずが、夫も追加で酒を注文し始める。美女の美貌によってか、酒の力のおかげか、頬は絡めとろけ出す。二人は耳元で何かを囁き合った後、ふらふらっと席を立ったかと思えば、夫とその美女は、手を繋いでそのままら、歩に直行した。は？こんな映画みたいなシチュエーションが現実にあるんか。うらやま。クズほどモテるとはこのことか。いやいや、起きたら財布なくなってるパターンだぞこれ。負の先払い、とはまさにこのことだよな。今日はとんでもない日だと思ってたけど、君と出会うための試練だったと思えば、人生捨てたもんじゃないな。どうしてそんなに美人なんですか？美女の方に腕を回し、ほっぺツンツンする夫。そんな夫に頬赤くする美女。女はね、恋をすると綺麗になるんだよ。あたち、一瞬で恋に落ちたんだから。好きな人と一緒にいるだけで、ホルモンが溢れ出ちゃうんだよ。じゃあ、ってしたら一体どうなっちゃうって言うんだ？クレオパトラになっちゃう？夫と美女は、バカ丸出しな会話をしながらホテルの一室に消えていった。30分後。いやー、藤子藤子。という夫の悲鳴が、ホテルの廊下にまで響き渡った。ついてる。なんかついてる。ドドドドド、ダダダダダ。ホテルの一室で、大運動会が始まる。ついてるに決まってるじゃーん。だって、お、と、こ、の、こ、だもん。俺にはそんな趣味はない。告知義務違反だぞ。気づかなかったの？あたしってそんなに女っぽい？みんな最初はそう言うんだけどさ、一回やってみドハマりするって？やだ、帰る。時計。半裸で部屋のドアを開け、逃げ出そうとする夫。返さないもん。じゃ、やめ。やめて。いやー。私と水木の目の前で、夫は美女に抱えられてベッドに放り投げられていた。くっそわろた。旦那食われよるやんけ。待て待て待て。なんで一致と水木がおんねん。助けてくれ、俺。犯されるー。犯されたい願望あるの？かわいい。夫の上に馬乗りになる美女。その下で必死に腕で顔を防御し、唇を死守している夫。水木がなぜかベッド回転ボタンを押し、円形のベッドがそんな二人を乗せたまま回り出すと、私と水木は同時に吹き出した。ちょ、回すな。や、め、ろ。ごめん、あれ止まらん。どれで止めるの？水木が手当たり次第ボタンを押すが、逆回転したり光ったりとベッドが暴走。まあ、われまあ、われメイリーゴーラン。もう決していてと止まらないように。美女が夫の手首をわしづかみにして左右に広げ、夫の唇に美女の唇が触れる。寸前で、ベッドの暴走が止まり、兄ちゃんストープ。という水木の声によって、夫の唇はなんとか守られた。兄ちゃん。その呼び方やめてくんなーい。今は、稽古なんですけど。じゃ、実はこの美女、水木と血のつながった本当の兄なのだ。兄には女装趣味があり、女装すると心が女に、女装しないと心は男のまま。恋愛対象も自分の外見を変えることで変わる。つまりバイセクシュアルなのである。水木と、夫への復讐方法を考えているとき、水木がこの兄の話をしたことで夫への復讐に使える、とひらめいた。最近、兄が男に飢えていると水木が言っていたので、その欲求を夫で満たしてもらおうと思ったまでだ。兄、改め稽古は、私たちの作戦にノリノリで乗っかってくれた。妹の気持ちも晴れて、自分の欲求も満たせるなら、お互いウィンウィンじゃないか、といった具合だ。特に稽古は、男に一切興味がない男が自分になびく瞬間が一番の快感らしい。いつも以上に気合を入れて、水木と私、夫が顔を合わせたレストランで、ずっとこの時を待っていたのだ。私たちが席を立った後は、稽古の独壇場である。夫のことは好きにしていいと言っておいたので、私と水木は遠くから二人を監視しながらホテルの一室に入っていくまでを尾行し、部屋の外で待機していた。最強の資格参戦で草。誰も損しない、優しい世界。夫はいろいろと失うだろ。本当に男だとわからないレベルの美女ならワイも筆下ろしをお願いしたい。おい？近くでよく見たらヒゲの跡とかあるけど顔はものすごく美人。
骨格を隠す服装してるから気づかない人多いんじゃないか。まず酒を飲ませて視力を鈍らせるというのがケイコの手口なんだと思う。常習犯でくさ。鈴木はよ、風邪ひく。獲物が目の前にいるのにお預けを食らったケイコは、もう早く話しつけてあんたたちはさっさと出て行きなさいよ。とご機嫌斜めだ。それもそうかと私と水木は放心状態の夫にとどめを刺す。どんな理由があったって、あんたのしたことは浮気だから。それに対する慰謝料はしっかりと請求させてもらうからね。はぁ、あ、慰謝料だぁ。こんなことで俺のことはめておいて、お前の方こそ俺が訴えたら豚箱行きだぞゴルア。あんま舐めた真似してっとな、お前ら全員まとめて警察ん。てめえどの口が言ってんだよ。お前の木、玉、今どこにあるかわかってっか。俺の手のひらん中だぞ。握りつぶされていいのか、ああ。稽古の姿のまま、兄の声でそう詰められ腰を後ろにそっと引く夫だったが、大事な部分はしっかりの稽古の手に収まっており、夫は瞬時に勢力を失った。夫がひるんだ隙に、水木も夫に物申す。あんたが私に既婚者であることを隠して結婚を匂わせながら付き合ってたことは、民法709条、低層権の侵害に該当するの。だから私もあんたに慰謝料請求できるんだよね。な。水商売の女が調子の女よ。気づかない方も悪いと。なんて夫のチンコを握る手に力を込める音。ああ。稽古のナイス牽制によって、反論の自由を奪われた夫はもはや稽古のおもちゃと化し、私と水木に目で助けろと訴えてきた。が、助ける義務はない。自分の足でこのホテルに入ってきたまで。妻と浮気相手の両方に捨てられた直後にも、かかわらず、そのショックよりも下心が勝ってしまうほど下半身がだらしない男だ。しっかりと稽古に調教してもらうといい。嫁は慰謝料もらって、水木も慰謝料もらって、じゃあ私は何をもらえるのかしら。目の前の男が体で愛を払ってくれますよ。おい、やめろ。心ゆくまでごゆっくりお楽しみください。お邪魔しました。いただきまーす。ビールをあぬら。夫と兄子を部屋に残し、私と水木は二次会のため再び夜の街に繰り出した。これは、道の世界が開かれたのか。離婚記念に、した夫に初体験をプレゼントするされ妻は新しい。さお三姉妹爆誕。夫との離婚が成立した後、義母にもろもろ報告するため電話をかけた。夫さんとは本日付で無事に離婚しましたのでご報告しておきます。というと、義母は声のトーンを上げながら離婚を祝福した。夫から次期嫁との進捗報告がないらしく、私に夫の様子を聞いてくる義母。私はとっても優しいので、元嫁姑のよしみで、次期嫁に電話を代わり、直接お話しさせてあげることに。あ、次期嫁候補だった水木です。夫さんのお母様ですか？はじめまして、お話できて光栄です。あらら、はじめまして。うちの息子が大変お世話になっております。え？お世話？私はお世話してませんよ。はい。あ、いえ、実際にお世話してるとかしてないとかそういう意味ではなく、あはは。息子のことを選んでくれてありがとうって意味ですよ、あはは。選ぶ。捨てはしましたけど、選んだ覚えはないですね。え？捨て？え？はい、既婚者のくせに独身だって嘘ついて女たぶらかすような男を誰が選ぶんですか。しかもそんな息子のクズ行動を正さずに応援しちゃうお姑さんがいる家になんて、誰も嫁ぎたくないですよ。それに、嫁は孫を産む道具じゃないです。残念でしたね。一致さんは本当にいいお嫁さんだったと思いますよ。逃した魚は大きかったですね。はい。あなたさっきから何を言ってるの？ちょっと一致さんに電話を代わりなさい。水木がおちょくりまくると、義母は私に説明を求めてきた。私はもう元嫁なので、これ以上関わらないでください。え？息子の彼女は何者だって？ああ？知りたいですか？聞いて倒れないでくださいね。お宅の息子さん。今は女装男にご就寝ですよ。しばらく孫は望めなさそうですね。では。男。夫はあの後すっかり稽古にはまってしまったらしい。稽古は遊びだというから傑作だ。ざまあ。ああ。くそわろた。開発されとるー。癖になっとるやんけ。止めプラー。最後は、稽古にぞっこんとなってしまった夫。夫の浮気相手と手を組んだことでこんな結末が訪れるなど、誰が想像できただろうか？今回も可愛いひよこみんたちがたくさん登場しましたね。あなたのお気に入りのひよこみんの場面、そのタスカッとしたシーンを、コメント欄にて教えてくださいね。このチャンネルでは、女性の身近に潜む問題をスカッと解決する話を配信しています。スカッとしたい方はチャンネル登録で次の動画もお見逃しなく、コメント欄での感想も励みになってます。今回の動画を気に入ってくれた方へは、こちらのスカッと動画もおすすめです。
最後は運試しのじゃんけんだっぴー。じゃん、けん、ぐ。また見てね。